バンコクのラックムアンの社の中、長い方はラーマ一世による混流、短い方はラーマ四世が混流したものである。ラックムアンとは、チャオポーラックムアンと呼ばれる死の守護神を祀るための柱である。タイの県庁所在地、都市などにおいて見ることができる。通常、サンチャオと呼ばれる社の中にある。信仰の対象とされ、何らかの祈願を行いに来る人がいる。 ラーマ一世がおそらく最初にラックムアンを混流した人物である。トンブリーからバンコクに戦ンするとき、ラーマ一世はラックムアンを1782年4月21日午前6時45分に混流した。これがバンコク戦ン後の最初の建造物であり、まだ王宮や他の建造物はなかった。そのバンコクのラックムアンの混流の後、よく似たラックムアンが、 戦略上重要な都市に混流されることとなった。例えばソンクラーのそれである。また、ラーマ2世は、ナコンクアンカン、サムットプラーカーンにラックムアンを混流。ラーマ3世は、チャチューンサを、チャンタブリー、バッタンバンにラックムアンを混流している。その後、ラーマ4世は、バンコクにラックムアンを新たに作ったが、他県に作ることはなかった。1944年時の首相。 ピブーンソンクラームは、ペッチャブーンに首都を移転しようと試み、ペッチャブーンにラックムアンを建立した。しかし、ペッチャブーンへの首都移転計画は、議会で否決され、ピブーンもこのために失脚するが、ラックムアンを建設するというアイディアが流行し、この後数年間、数カ所の県が、ラックムアンを建立している。建物型のラックムアンの社チエンラー医の、ラックムアンラックムアンの社のスタイルは様々である。 特に、中国様式の影響は大きく、ソンクラーン、サムトプラーカーン、ヤソートンなどのラックムアンの社のように顕著に、中国風なものもある。チエンラーアイの、ラックムアンは社の中に立っておらず1988年以降、ワットプラターと長無闘音にあり、吹きさらしである。ラックムアンではなく、サドゥムアンすなわち、死のへそと呼ばれている。なお、ラックムアンの中には、 t マイのサオインタキンのように、マンラーイオウ時代混流のように古く、起源がラワ族と考えられるという万国のラックムアンとは、全く趣をことにしているものもあり、一概に、上記の歴史、概念がすべてのラックムアンに言えるわけではない。ありがとうございます。